リカ子はちゃんと飯食ってんのか？どうかな。ずっとエンジン室に入りっぱなしみたいだけど、始めたら夜も昼もないんだから、誰かさんとそっくり。楽しみでしょうがないんでしょう。ん？別に。でもまあ、あいつが自分から組んでみたいって言い出したんだから、少しはな。あのなにわナンバーの乱暴の男、エイジさんですか？そいつ今、RGO で手伝ってるらしいな。いい仕事に会いましたね。こっちの道も走り込んで覚えていけるし。そのエイジってやつも、Z を追うらしいぞ。そういう車ですからね、Z は。OK、出よう。五速で引っ張ってくれ。山さん、これ明日納車でしたよね。ああ。もう一度セッティングチェックしてもらえますか。五速トップエンドでちょっとヤバい感じして。AFK ではどうだった？悪はなかったですよ。でも。わかった。見直してみよう。おいおい、そんなにシビアに詰めたエンジンじゃないだろう、これ。ああ、そうですけど。エイジが気になるんなら、見直してみますよ。まあ、いいけどよ。すいません。俺、結構細かいとこあるんですよ。ちょっとでも気になると、もう不面ようになって。お前、本当にオイルが流れてるタイプだな。え？昔からよく言うだろう。車好きの二つのタイプ。血管にガソリン流れてるタイプと、オイルが流れてるタイプって。つまり、走り系といじり系ってとこが。はあ。お前は、いじり系だよ。新客だぞ。なんでお前がブラックバードとつるんでんだよ。まあいろいろと。それよりライブはどうです？こっちで組み直すんでしょ？よく知ってんな。今最中だよ。よ。久々にお前の隣に乗ってみたくなってな。富永のセッティングからまた自分の手で変えたのか。わかるんですね、すぐ。でも全然良くなってはいないですよ。いや、悪くはない。お前らしいセッティングだ。オールド、早そうだな。追いかけないのか。いいですよ、違う感じだし。わかるのか、そういうの。わかるようになりました。同じなのか違うのか、会った瞬間に間違いなく。ちゃんと心の見える相手とだけ走りたいし。エイジにはあるのか、それが。あります。この前首都高で会った時、はっきりと感じました。実はな、富永がパソコンでシミュレートしたんだよ、 Z とブラックバードとエイジのランエボを。ブラックバードを10とすればランエボはチューン次第で12まで行く。対して Z はどうやっても8が限界だ。パワーはあるのに効率が悪いってことだ。そんなこと分かりきっていたことだがな。富永さんのシミュレートは結構正確だと思います。でも富永さんも北見さんもよく知っているじゃないですか。絶対に数字には現れないこの Z の何かを。その8を9に。たった一つだが限界点を上げられる方法があるんだがな。燃料系はアナログなキャブのまま、点火系のみ CPU の力を借りるんだ。点火システムを CPU 化するんですか？いや、システムそのものじゃなくて点火のタイミングだけだな。 Z は機械的な自動調整なんだ。火は強いが飛ばすタイミングが大まかってことだ。それをブラックバードのように点火マップを使い、点火時期を CPU 制御する。パワーがパワーなだけに、こいつができるのは富永だけだろう。お前はこいつのダイレクトなキャブのフィールが好きなんだろう。電子制御では得られないキャブレターの機械的なあのフィール。ガソリンをきれいに燃やしていくんじゃなくて、
一気にばらまき爆発させるような暴力的で譲れないこいつのコアな領域、それを緻密な点火マップでサポートするんだ。数字の上でのパワーは上がらない。だがお前の望むダイレクトなキャブのフィールは生きる。邪魔したら頑張れよ、リカ子ちゃん。早くなりますよ、エイジさんのランエボ。よかったらうちにも遊びに来なよ。なんか参考になることあるかもしれないからさ。はい、遠慮なく寄らせてもらいます。あのリカ子ちゃんがな。で、組上がりの予定はいつだ？パーツ関係が揃い次第よ。4年スロットルと輸出用デフ周りは今週中にはなんとかなる。じゃあ初期セッティングを入れても10日ですね。10日後芝浦パーキングで待ち合わせて。確かこの辺やと思うやけどな。あ、ちょっとすいません。何かしら？この辺に RGO ファクトリーって自動車屋知りませんですか？え？あんた大阪から？エイジさんにお客？ええ、弟さんだって。ごっつー楽しそうやん。もう大阪のことなんか忘れたやろ。マーキー、何しに来たんや？まさか。心配せんでもええわ。4トン車で太田の市場に朝一で荷物持ってきたついでに寄ったんや。そうか、頑張ってるんやな。当たり前や、兄貴がおらんなったから言うて会社潰れたらカッコ悪いやろ。エリコさんも元気か？ああ、ほな帰るわ。兄貴忙しいみたいやし。まあ待てや、今から走っても大阪には夜中やろ。なら朝帰りでも一緒、もう少しゆっくりしていけ。けど俺のアパートの鍵や。8時には帰る。それまでちょっとでも寝てろや。場所はな、私が連れてってあげるよ。休憩代わり、少し外の空気も吸わないと。そうか、ほな悪いけど頼むわ。後で俺のバイトしてる店で飯でも食おうや。あまり似てないのね、兄弟でも。子連れ同士の再婚やからな。ああ、なるほど。あんた、もしかして東京での兄貴の女か？そんな、違うよ。兄貴、大阪にもいっぱい女おるで。マジにならん方がええで。本当に好きなのね、エイジさんのこと。なんでや、東京がそないにええんか、大阪はあかんのか。マキって言うんか、お前。今日から俺ら兄弟やからの。ほら、お兄ちゃんって呼ばんかい。おもろいこといっぱい教えたるでな、マキ。マキ、おい、マキ、布団ぐらいかけて寝ろや。風邪ひくで。お、さ、飯でも食いに行こうや。ほら、はよ。兄貴。ん？東京出なきゃ、ダメなんか。車屋やりたいんなら、大阪でもええやろ。なあ、会社もみんな整理して、大阪でショップやろうや。俺も手伝う。マキ、お袋だってきっと賛成してくれる。そら、やりたかったわ。ずっと車で飯食うて行きたかった。朝から晩まで車のことだけで生きていきたかったわ。なら今からでもそうしような、兄貴。でもそうせんかったんは誰のせいでもない。俺がそれを選んだんや。兄貴、3ヶ月の約束は守る。俺は大阪へ帰る。心配すな、マキ。ブラックバードの次はこれですか？まあな、金にならない仕事ばかりだよ。お？こんばんは。電車で来たのか？
ええ、 Z はどうです？ OK だ。ま、乗ってみろ。ああ、秋夫、 RGO の太田さんとこの娘さんで、リカ子ちゃんだ。あ、どうも。二人とも同い年ぐらいか。驚くなよ、彼女今ランエボのエンジンを組んでる。え、ランエボの？ちょうどいいや、お前帰り送っていってやれ。意外、思ったより緻密に回るエンジンじゃない。これ以上にスムーズに走るエンジンを組む自信はある。あるけど、この感じは一体何？機械という感じじゃない。まるで生きているような、この躍動感は何なの？ RGO に行けばいいのかな？うん、できればちょっと付き合ってほしいところがあるんだけど。いや、ごっつ速そうな車やな。実際速いで。パワーで600馬力、トルクは80は出てるやろ。ほんま？ええ、確かにそれぐらい出るって富永さんが言ってましたね。不思議な車やで。俺なんかただ見ただけでもうなんか感じるけど、みんながみんなこの存在感に気づくわけちゃうねんな。わかるやつだけ言うか。俺にもわかるわ。志麻さんのブラックバードといい、この初期型 Z といい、こんなん見せられたら東京から離れられんようになる。兄貴の気持ちもわかるわ。じゃ、兄貴、俺帰るわ。そろそろ出んと昼帰りになるし。ああ、そやな。一つだけ頼みがあるんや。悪いけど、この Z に乗っけて行ってくれんか？大田の市場に、自分の4トン車止めてあるんや。東京土産に、この車乗りたいわ。え、いいですよ。マキ。わかってる。安全運転で大阪まで帰る。あと、会社のこと気にせんでええよ。案外兄貴おらんでも、うまく回ってるし。兄貴は兄貴で、やっていったらええ。ああ、お袋によろしくな。さすがにすごいわ。そういや、あんたも志麻さん知ってるんやろ？ええ、もちろん。大阪来た時、いろいろ教えてもらおうたんや。あの人の雰囲気と、あんた似てるわ。兄貴もそうや。横乗ってるだけでわかるわ。そうかもしれない。同じ感覚ってあるのかも。大阪に友達や仲間はおるけど、でもこんな感じで走れるやつはおらん。俺だって東京でどうなるよ。ありがとな。それから兄貴に伝えといてくれんか。全部終わってからでええから。ほんまに気に入ったんなら東京にこのまま住み着いても構へんて。兄貴もそういうなんかも、まあ、分かったって。でも、俺は大阪が好きや。だから、兄貴にも大阪のことも忘れんでくれって。うん。ほな。おお、シゲの駅間にだ。そっちのはマフラーか？リカ子？リカ子、大阪からマフラー関係届いたよ。組み上がったみたいね。うん。あとは、エイジさんのアレンジ次第。なんか、嬉しくなさそうね。うん。まだ、なんかやり残したことがあるような気がして。組んだ時みんなそう。大丈夫。最高のチューニングカーになるよ。はい、これ。ん？組んだ時のデータっていうか、気づいたことをいろいろ書いたの。私はエンジンのみで、
仕上げはエイジさんの担当。あとは任しとき。ありがとな。新型のポルシェターボははっきり言って行動では早すぎる。420馬力のこのマシンを一体誰が自在に操れるのか。本当の自制心を持った者のみ所有してほしい。思ったより早く上がったな。久しぶりだな、こんな時間に湾岸を走るなんて。何も変わっちゃいない。変わったのは俺だけか。ん？早いのが来るな。 GTR か。違う、あるじゃない。 Z？ メーター180で振り切っててまだ加速してるのに追いつけないの。波の Z チューンなら負けっこないよ。でもそれがもし悪魔の Z と呼ばれている車なら。まさか Z か。今夜も二人で出るらしいわね。ああ、昨日も朝まで鳴らしをしていたようだ。いいエンジンに組み上がったみたいだな。ああいう息子が欲しかった。まあ全然思わないわけじゃないが、もしリカ子が RGO を継ぐならやらせたい。男とか女とか関係なく、あいつはいいものを持っている。そうね。ただ一人じゃダメだ。RGO の太田が曲がりなりにもここまでやってこれたのはお前がいてくれたおかげだからな。何よ今になって。もうすぐ3ヶ月か。エイジのやつ本当に大阪に帰るつもりなのかな。 OK。 いよいよね。ああ、あよかった、間に合った。間に合ったって？ロケ長引いちゃって。送ってくれるよね？またかよ。その代わりまたとっておきの情報教えてあげる。例のランエボ組み上がってセッティングも終わったみたいよ。それも山本社長の情報？うん。それでね、今夜ブラックバードと走るらしいわ。なんでこんなにええんや。まだ5500しか回してへんで。リミットの8000まで回せば気絶するって。マジでするかもしれんわ。ほんまにええ。ランエボの 4G63 型のエンジンがなんでこんなフィールド回るんや。ねえエイジさん、本当に大阪に帰っちゃうの？東京は大阪とは違う。同じようにビルがいっぱいで、同じように人や車が溢れとっても、でも嫌いやない、好きや。正直東京の空気にこれほどハマるとは思わんかった。ずっといればエイジさんが望めばできるよ。簡単にそれ、東京はエイジさんの街になるよ。東京は楽しい。毎日が夢のように過ぎていく。正直ずっとこの街にいたい。ならそうすれば。でも帰る。きっぱり気持ちにケリをつけて。俺は大阪の人間やから、大阪で待ってる人がおるから。さあリミットまで回して最高の相手と奈良市の仕上げと行こうか。早そうな感じに仕上がりましたね。実際早いと思いますよ。絶好調ってわけか。バッチリ。じゃあコースはとりあえず C1 外回りを 2,3 周して湾岸へ。わかりました。ねえ、しばらく先行して走ってくれません？後ろからバシバシチェック入れる気か。そう、当たりです。噂のブラックバードがどんなもんか見てみたいんです。後ろからちゃんと。いいですよ、一つ一つ。車の動きからその走らせ方まで、すべてを見てください。作り手の目で。
気を抜くと一気に置いてかれるよ。大丈夫、向こうはまだ全開モードやない。まだこっちが鳴らし中ってことで気ぃ使ってくれてんのかな。こんな時でもリセッティングですか。とりあえずモニター見てるだけだよ。レブオーバーしてない？なんとかな、6500キープで。あの車すごすぎ。前に乗った時と違うけど、デフ周りとか何かやった？おお、鋭い。一応のファイナルギアに組み替えた時にトルク配分も変えたんや。本来やったら50対50なんを前35、後ろ65に固定してある。で、どうなるわけ？速くなるの？どうやろう。でもコントロール性は上がったわ、間違いなく。湾岸に入る。ハイギアドの輸出用ファイナルギアでリミット8000まで回していく。オッケー、ナラシの最終仕上げ、本物かどうか見切ってよ。いよいよ本気で来るぞ。Z 合流、これで役者は揃ったわけや。